こんにちは、かずこチャンネルのかずこ荒川です。今日のテーマはこちら、お休み前の顔のリリースです。寝てる間に、ね、こう力が入っちゃいますよね。で、力が入っちゃうといろいろなところに悪い影響を及ぼします。寝てる間に全てをリセットできるようにリリースするということを皆さんと一緒に今日はやっていきたいと思います。ではまずはじめに、ほぐしの一番最初はですね、この首の筋ですね、首の後ろ、ちょっと骨になっているところ、ここに首をグーッと動かすと耳の後ろの硬いところから筋が出てくるんですね。この筋を指でキュッと挟んで揺らしていきます。揺らすときあんまりこう力入れすぎると揺れないので、場所が分かったら、この掴んだ場所が分かったら少し首を元に戻してフィットさせながら揺らす感じです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、さらに下にずらします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。でこの鎖骨のところの根元までいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対側も同じようにやっていきます。耳の後ろの骨、ここから出ている筋肉、ちょっとこう首をギューッと回すと、この耳の後ろの骨の下から筋肉が出ているので、そこを指でつまみます。でちょっと首を元に戻して、反対側の手の方がいいですね。指を挟みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ずらして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ずらして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。でこの鎖骨のところの薄く上出ているところを揺らします。2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら今度この顎の下から鎖骨の下までつながっている筋肉を伸ばしたいので、鎖骨の下に手を置いて対角線上に首を倒します。で鎖骨に置いた手は下の方に向かって引っ張ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。同じように反対、ここからつながっていて鎖骨の下までつながっている筋肉、これをぎゅっと押さえて斜め後ろに首を倒して顎を上げます。ここで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次に肩を回していきます。で肩を回すときは肩甲骨と肩甲骨がこのままキュッと背中の背骨の方に寄っていくイメージでギュッと寄せます。これが大切で、この寄った状態で腕が回るようにしますね。いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。前に倒れた状態で回していくと肩が回ってるんですけれど、後ろにキューッと寄せた状態で回していくと背中の方に腕が寄っていくっていう感じで回すと肩甲骨の周りがほぐれていきます。でこの肩甲骨が動くっていう、後ろに寄っていってほぐれるっていうことが顔の血行を良くするポイントになります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。手だけで回すとね、絶対腕が回っちゃうので、手のひらは肩に置いて後ろに寄せて、そこから回すようにしてください。後頭筋マッサージしていきます。こう当てるとちょっとくぼんでいるところありますね。ここの上に骨があるんですけれど、この骨のちょっと上から始まってる、この骨のところに指を置きます。4本の指を置いて真ん中から上に向かって上げるような感じで地肌をマッサージしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。手が疲れちゃう場合はちょっとこうグーを作って、グーでゴリゴリと揉むだけでも大丈夫です。頭皮をねゴリゴリゴリっていう風に揉んであげるだけでもこっちの方が力が入ると思います。はい、で頭皮がちょっと柔らかくなったなっていうぐらいまでやってください。次に側頭筋です。側頭筋はこの耳の上ですね、小指のライン、この手のひら、このラインをこめかみの方に沿わせた時に手のひら全体が隠れている、この
の平の部分です。ここをほぐしていきます。後ろに向かって引くようなこういうイメージですね。でマッサージしていきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。この時に肩の力がこうぐーっと上がってしまうと全く意味がないので、一回力を抜いた状態で手だけくるくると回すような感じですね。で上まで行きます。ちょっとこうコリコリしてるようでしたらまだ硬いので、やっぱりあの指の動きがスムーズにぐるぐると回るようになるまでやっていきましょう。で、まあ、これも疲れちゃう場合はグーでゴシゴシゴシ、グーの時はねこの手のここの部分を当ててゴシゴシすると皮膚が動きやすいと思います。最初はねあんまり動いてないと思うんですけれど、だんだんやるうちに動くようになってきます。はい、では次いきます。咬筋、どうしても噛み締めてしまうっていう部分、ここをほぐしていきます。耳の穴の手前からもみあげからですね、もみあげから指3本をキュキュキュッとはめます。頬骨の出てるところのすぐ下ですね、グッと力を入れて前から後ろに回していきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。 次は口を開けて同じようにやっていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。 今度顎を引いた状態でやっていきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。 顎ずらします。次に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。口の開け閉めが今すっごい楽になってると思うんですけど、これ繰り返すとね若干こう歪みも治ってきたりもしますので、噛み締めがすごい強いっていう方はぜひ試してみてください。おでこですね、おでこをほぐしていきます。前頭筋で眉頭に薬指を置いて普通に力を抜いた状態で眉毛全体を人差し指まで3本支えます。でその状態で揺らします。10秒ぐらい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。少し指1本分ぐらい上に上がって揺らします。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。さらに上がります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい、次、生え際までいきますね。生え際から指1本分さらにいったところで終わりになります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。次に目の周りです。目頭のここに指をギュッと入れま す, ここです、ね、中側に指を倒す感じで骨の内側を刺激するようなイメージで頭の揉みで下がっていきます。ちょっとズーンとした刺激があると思うんですね。でここで3秒置きます。1,2,3、同じように前に体重をかけていきます。1,2,3,1,2,3,3 箇所ぐらいでいいと思います。今度目の下いきます。で目の下は指を3本当ててこのままぐーっと前に頭を倒すような感じですね。1,2,3,4,5。 今押したところを全体的に揺らしていきます。そんなに力入れなくて大丈夫なので揺らす程度ですね。眼球に当たってしまうとちょっと気持ち悪くなっちゃったりとかするので、なるべく目の周りを揺らすようにします。目の下もこのくぼんでいるところのすぐ下、ここを揺らしていきます。でこれで目の周りの筋肉を少し緩めて血行を良くしていきます。目頭側は指1本にして揺らしていきます。ここもずらしていきます。これ全部で10秒ずつぐらい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい、
めちゃくちゃ目の周りがすっきりしました。では頬ですね。頬骨の下に指を入れます。頭の重みを使って首を前に倒していきます。横から見るとこんな感じです。ゆーっとうつむく感じですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい。で少し外にずらして 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 外にずらします。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 今なんかちょっとここがすごい痛かったんで凝ってるんだなっていう感じがしました。はい、じゃあ次これですね。口輪筋、口の周りの筋肉ですね。これもほぐしていきます。指3本で鼻の下にベッと当てて揺らします。揺らすときに歯茎を感じるような感じで指の腹を使ってほぐします。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 この横も 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で下ですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で最後ここのくぼんでるところに歯が当たってると思うんですけど 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 最後顎の先から耳の後ろまで老廃物を流して終わりたいと思います。まずこうキュッと潰す感じで顎の下の骨に親指をクッと入れます。でそこから人差し指のこの部分ですね。この部分を使って上からキュッと押します。真ん中から 1,2,3,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 1,2,3 この耳の下までいきますね。 1,2,3 でそれをここからスタートしてこのまま鎖骨に流す。 1,2,3,4,5 今日はリリースを寝る前にして良い睡眠をとろうということでやってきました。いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ寝る前に一回リリースして朝起きた時に今日はよく寝たなっていうような感覚を実感していただけるんじゃないかなと思います。特に私肩が凝ってるとか噛み締めで歯ぎしりに近い状態でいつも顎が疲れちゃってるんだよねみたいな方はチャプターをちょっと説明欄に入れてますのでそこを選んでいただいて、自分の必要なところだけを使っていただいてもいいかなと思います。またお時間がある時はフルで全部ワンセットやると本当に次の日にお顔の顔色が違うし張り弾力も徐々に変わっていくと思うんですね。なのでぜひフルで、最初から最後までやってみていただければなと思います。この内容がためになったよという方はチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それではまたお会いしましょう。和子荒川でした。